日産 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。車内での飲食はご自由にどうぞ派です。カメラマンダブルです。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マックを車の中でよく食べてます。皆様ご自由にどうぞ、案内人の M です。もう全部私ですか今日。そうですね、今日はダブルさんにお話をしてもらおうかなと思ったんですけど、ちなみに今日は何についてですか？はい、最初に飲食の話をしたんですけど、はい、よくこう食べたりとかしてて、食べこぼしとかってどうですか？まあ、ありますね。食べこぼし、まあ液体はあんまり私こぼしたことないんですけど、よくポテトの塩とかこぼしてああって思います。私も結構食べこぼしひどくて、はい、さっき見てきたらお尻のなんか折り目みたいなところにめちゃくちゃカスと思ってた。まあ暴露情報ですね。はい、ということで車の中で飲食、はい、まあ、私もダブルさんもバンバンするっていうことですけれど、はい、そういう方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方向けのシートのお手入れ方法。あ、なるほど、はい、確かに先日の動画でシートに加工をすることによって汚れがつかなくなる、シミが残りにくくなりますよっていう、そういう商品私たち扱ってますよっていうのをお話ししてたんですが、今日はその話とはまたちょっと違う感じですかね。そうです、日常的なお手入れ。あ、普通の一般的なシートに対するお手入れ、はい、まあ、確かに気になりますね。シートいろいろ種類あると思うので、はい、まあ、それごとのお手入れの方法をご紹介していきたいなと思います。かしこまりました。ダブルさんが紹介してくれます。それでは行ってみましょう。まあ、まずシートの汚れの付着っていう話もそうなんですけれど、シートの生地ってなんかいろいろ種類ありますよね。はい、革の中でも本革、あ、はいはい、本革、合皮、いや、あとは布、ファブリック、はい、と撥水になってるシート、撥水になってるシート、はい、あとはテーラーフィットって何に使われてますか？テーラーフィットっていうのはおや、テーラーフィットって合皮の一部ですよ実は。ああ、なるほど、はい、これはエクストレイルに採用されましたね。ああ、なるほど、はい、日産の車に採用されてる新しい合皮素材ですね。はい、などなど、まあそうすると大きく分けると、まあ4つですかね。4つ、はい、本革合皮、ファブリック、撥水、防水シートのことですね。防水シート。はい。エクストレイルとかについてる。あとセレナもいますね。それぞれ。ちなみにダブルさんの車は？布です。布ですね。私はエクストレイルの防水シートに乗ってます。それぞれ確かに気になりますね。はい。じゃあまずはまあ一番一般的かなと思う布シートちょっと聞いてみましょうか。はい。ファブリックシート。はい。どんなシートです？が特徴が通気性が良くて、はい、こう蒸れにくい、うん、車内の温度の影響を受けにくい。なるほど。から暑い日でもお尻熱くなっちゃったりとか、はい、寒い日にお尻冷たくなっちゃったりとかがない。確かに、特に革シートとかだと結構冬場キンキンに冷えてると結構冷たって思ったりしますけど、布シートはそういうのほとんどないですね。ないです。はい、経年劣化に強い。あ、布シートって結構劣化に強いんですね、うん、あ、でも確かにダブルさんのラシーン何年ものの車でしたっけ？25年の25年も経ってるんですね、あの車。割にシート綺麗ですよね。そう、めちゃくちゃ綺麗なんです。羅針盤柄のシートなんですけど、はい、色スパゲだりとかしてない。してないですね、はい、年数経っても結構実は布シートってしっかりしてるというか、はい、劣化が少ないんですね、うん、はいはいはい。でもやっぱ布シートって汚れとかついちゃいそうなイメージですね、うん、やっぱり布なんで、はい、革と比べると、うん、シミがつきにくくなっちゃう。つきやすくなっちゃう、はい、つきやすくなっちゃうか、はい、シートです。そうですね。お手入れとしては、お手入れとしてはまず私もそうなんですけど、布の折り目というか繊維のところ、はいはい、ところの隙間にこうほこりとか、私みたいに食べかすとかがこう溜まりやすくなってるんで、
まずはこうそこの隙間のお掃除、あとはこうポンポンってこう叩いてあげると、はい、中にいるホコリとかがこう湧き、浮き出てくる。叩いてあげるといいんですね。らしいです。あんまやったことないです。そう言われると私もないですね、はい。で、その浮き出てきたホコリを掃除機で吸い取ってあげましょうっていうのが。確かにあのたまにこう車用の掃除機っていうのを使ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、ただ掃除機でいきなり吸い取るよりもまずポン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 って叩いてあげると汚れを吸い取りやすくなると。あ、それいいこと聞きました。はい、皆様もぜひ試してみてください。まずは叩く、はい、それから吸えと、はいはい、あとはまあ仕上げに固く絞った布、はい、でこうひゃーって拭いてあげると良いらしいです。軽く水拭きみたいなことはしてあげていいんですね。はい、はいはい、これが布シート。布シート、いや布の対極にあるような私は個人的に思ってる革シート、本革シートちょっと聞いてみましょうか。はい、本革シートは、はい、さっきも言ったみたいにあの車内の温度に影響されやすいっていうのがちょっとお尻に優しくないポイント。まあ、そうですね。でただし本革シート採用してる車ってあのシートヒーターだったりとか、うん、あとはシートのこの革に穴がいっぱいついててそこから風を送ってくれるよみたいなそんな機能がついてる車種も多いのでそういったのをどんどん使ってもらって本革の冷たくなりやすい、うん、熱くなりやすいみたいなところはフォローしていただけるといいのかなと思います。はい、でやっぱ布と対極的なところで言うと、はい、こう液体の汚れがやっぱつきにくいっていうのとシミになりにくい、はい、あとはホコリも付着しにくい。まあ、確かにそうですよね。っていうのが本革の特徴です。じゃあ本革って結構実は綺麗に保ちやすい感じなんですかね。そう聞こえるじゃないですか、はい、でもやっぱり本革なのでやっぱお手入れしてあげないと結構劣化がしやすい、うんうん、はいはい、素材になってます。なるほど。なので汚れたらすぐ拭くっていうのがこう長持ちさせる秘訣らしいです。確かにお手入れ、まあシートに限らずですね、革のカバンとか革の靴とかお手入れすることによって長く美しく保つことができる。これ車も一緒なんですね。革製品って、はい、まあ、水に弱いというか、うん、水分多く吸収しちゃうと、はい、やっぱり革の劣化が進んじゃうので拭くときは乾いた布、あ、布シートは固く絞った布で拭いてくださいだったのが本革は、まあ、乾いた布か、はい、あと革シートも固く絞った布、あんまりシートに水分が付着しないようにした方がいいですね。そうです、はい、で革シート傷ついちゃうので、うん、布は柔らかいやつがおすすめだそうです。なるほどなるほど。革シートやっぱどうしてもあのファブリックのシートと比べると高級になりますので、うん、そこちょっと丁寧に扱って長く美しい状態を保ちたいですね、はい、やっぱり高級感という点では革シート、うん、いいなと思いますね、うん、厚みもあるとよりですね座った時のしっかり感みたいなのがあったりするのでちょっとしたステータス感がある一方でお手入れは少し気を使っていただけるといいかもしれませんね。はい、布地、本革ときまして、まあ、革の中でも合皮ってやつがございますね。はい、合皮って何です？合皮って偽物の革ってことですか？あ、まあまあまあそうです。あの合成皮革の略かなと思うんですけれども、あの人工的に作られた革風の材質のことを言っていますね。でも最近ですね、まあ、さっきちょっと言ってくれたテーラーフィットもそうなんですけれど、合皮と一言で言っても実は結構高級感が高いし生地感もしっかりしていてパッと見革にしか見えなかったりとか、うん、結構そういうのも多くなってきてますね。はいはい、合皮は私のイメージとしては、はい、こう本革のいいとこ取りというかこう雰囲気も出るし、あと本革に比べてそのお手入れがしやすいというか、うん、なるほど、そんなにこう本革みたいにあの神経質にならなくていいというか気を使わずに使う。そうです。あとまあ本革と同じこう革なので汚れに強いっていうのが合皮の魅力かなと。確かにいいですね。あの要は
ほこりとか水分とかが染み込みにくいし、本革よりもお手入れに気を使わずに使えるというところで、そうです、メリット大きいですね。はい、で本革はやっぱり水分でちょっと劣化が進んでしまうんですけど、はい、合皮はあの水拭きも OK。 OK なんですね。じゃあ合皮のお手入れとしてはもう水拭きバーッとやってくださいみたいな感じ、水拭きもしていいよっていうので、はい、で水拭きしてもこう取れない汚れがあるときは中性洗剤を薄めたものをこう布にちょちょちょっとやって拭いて OK ですよって。それいいですね、うん、ちょっと私も試したことないんですけど、本革に中性洗剤で拭くとなんかすごいシミになりそうなイメージがあるんですけど、まあ、合皮は基本的にちょっと洗剤使っても OK と、まあ、ビダビダにして拭くのはちょっと問題あるかもしれませんけれども、はい、少し濡れた、布巾とかそして洗剤使っても OK、 OK、 それ嬉しい、はい、そんな合皮の、素材の一つとしてさっきも話してくれたテラフィットってこれどういうやつですか？テラフィットはあの座った感じは、はい、あの包まれるようなあのお尻に優しい、ちょっと柔らかい感じの、はい、確かに本革ってこうバシッと体を支えてくれるみたいなこの厚み感っていうのが特徴かなと思うんですけど、テラフィットはちょっと柔らかい雰囲気の、はい、合皮なのでやっぱり本革よりも比べてこう手入れ楽だし、うん、へたりにくいっていうのが特徴になってます。なるほど。これお手入れとしては普通に合皮と一緒ですかね？あ、そうです、一緒です。一緒です、はい、ということで、まあ、テラフィット合皮の中のいろんな合皮の種類ある中の、まあ、一つとして、最近日産で採用されている素材となっています。最近そのツイッターで見たのが、はい、エクストレイル納車になって、初めてのテーラーフィット、はい、でお手入れってどうするのかなっていうツイートを私見つけて、なるほど、それでこの動画が、そうですそういうことだったんですね。そうです。なるほど、いいですね。はい、ではあと最後にここまで紹介してなかったのが防水シート。防水シートお手入れ欲しいんですか？はあんまりいらないです。もうガシガシ使ってやっぱりもうどんどん拭いてくださいっていう。ちょっと防水シートもどんなものかご紹介いただきましょう。汚れにも強いし、はい、あとはやっぱ水分系も強いし、うんうんうん、そして耐久性が高い。なるほど。防水シートもちょっと気温の影響っていうかあの車内の影響を受けやすくて、ちょっとあのお尻熱くなっちゃったり、はい、冷たくなっちゃったりっていうのはございます。あの私もエクストレイルになっててそこはちょっと感じるところで、エクストレイルの場合冬場はあのシートヒーター使っていただければ、まあ、すぐに温度上がるんですけれど、でも座った瞬間結構冷たかったりで、夏はちょっと暑いですね。でただあの防水シートだからといって通気性ないってわけではありません、最近の防水シート性能が上がってますので ちゃんと空気は通してくれる。でも触った感じはまあ、やっぱり樹脂感があるというかそういうところはありますかね。ですが、まあ、あえてでも防水シートお手入れをするとしたら白色の汚れってなんかつきますか？ついてます。おー、つくんだ。ついてますね。白い汚れがなんかあったりしますね。例えば、まあ、日焼け止めとか、はい、日焼け止めクリームとかちょっとついちゃったっていう感じの白い汚れなんですかね、はい、っていうのはまずはの綺麗な布だったり、あとは毛先の柔らかい歯ブラシを水に濡らしてあげて、こう汚れをちょっと拭いていただくと。そういうことか。ちょっと私もあの、ハンドクリームっていう可能性あるな。確かになんか白いの残って、まあ、ちょっと軽く拭いても取れないなっていうところあるんですよ。防水シートってまあつるっとしてるわけじゃなくてここに凹凸の加工がされてるんですけど、そこに入り込んじゃったりしてて、うんうん、確かに歯ブラシとかでやってあげるといいですね、うん、でもしこれで落ちない場合は、はい、クレンジング、メイク落とし、あ、なるほど、のクリームタイプ、はい、オイルタイプはちょっとダメみたいで、クリームタイプのクレンジングを柔らかい布にピョピョッと少量取って取って拭いてあげると汚れが取れてくれる。なるほど。ちょっとそれ私
あの全く知りませんでした、うんうん、クレンジングを使うといいんですね。油系なんですかね、はい、油汚れには、うん、なるほど、まあ、使っていくうちになんかちょっとこうなんか汚れが汚れとまでは言わないんだけどちょっとテロッとしてきたりとかっていうのをしてて、うんうんうん、まあ、そういうのもクレンジングを使うとなんか綺麗に落とせそうな気がしますね、はい、なるほど。ということで今回はなんかシートの生地の紹介となんか掃除の仕方の紹介みたいになったんですけれど、はい、私も知らない情報がダブルさん調べてきてくれました、はい、ありがとうございます。防水シートのりなんでクレンジングを試してみてもいいですね。そうですね、ちょっとどうなったか教えていただけると、うん、かしこまりました、はい、ちょっと試してみたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はシートの生地別のお手入れの方法についてチェックしていきました。これから新車納車になったりとか、あとまあずっと乗ってる愛車外観だけじゃなくてやっぱシート、いつも座るシートも綺麗に保っていたいなっていう思いは多分皆さんあると思うの で、 そうです、はい、今回の動画ご参考にしていただけたらなと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。今回の動画役に立ったよという方はグッドボタンを、食べかすがのおけつにいっぱい溜まってるよという仲間の方はチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。